えー、こんにちは吉谷です、えー、今回ですねお客様からですねメールの方をいただきましたでこちらのメールをきっかけにまたですね、えー、キャンペーンをちょっとやりたいなと思いますまずそのキャンペーンをやろうと思ったきっかけになったメールの方をご紹介させていただきます えー、吉谷さん、お世話になります。今年の3月ごろにスマホ活用術セミナー動画を購入した○○と申します。えーまあ、ちょっとね、名前の方は伏せさせていただきほました。全部フルネームで書いてあったんで、えー、伏せさせていただきました。激、え、安、ー、999円と、良いコンテンツ商品の提供をしてくださりありがとうございましたと。あれから実践して LINE コミュニティで64名のファンがいます。 えー、YouTube でも390本ぐらいの動画を作成して今も集客してコ,コツコツやっておりますそこでいつもの吉谷さんと山田さんの動画を見てあれセミナーしかも2人のコラボ実は山田さんと8月の下旬にリアルで会う約束をしていたのでちょうどよかったですしかも吉谷さんのセミナーも以前から参加したいと思っていたので本当にグッドタイミングです山田さんから私の LINE コミュニティに参加して頂い,い,いたのがリアルに会うきっかけです 私にとって一石三鳥なのでぜひ参加したいと思います。正直もうノウハウはいりません。笑い。ここです。ここ大事ですね。正直もうノウハウはいりません。笑い。スマホ活用術ノウハウで今は十分です。参加目的はこれ。吉谷さんとリアルに会える。山田さんとリアルに会える。いろいろと勉強になる、えー。吉谷さんの愛人 R34。これですね。今 R34。にも見れる。 でもリアルセミナーですからいろいろと質問させていただきますね。群馬県から参加しますではセミナー楽しみにしておりますということでいただきましたありがとうございますで今回ですねあのこのお客さんが買っていただいたセミナー映像っていうのがあのこの愛人復活キャンペーンっていうのをやらせていただきました今年3月これはですねあの僕の、まあ、ここのこの、まあ、エンジンルームあるんですけどそう これをですねここの、あのー、やつを直しました。はい、タービンをですね、まあ、あの買ってからですねずっともう15万キロ乗ってるんですけどタービンがですねもうずっと交換してなかったんで交換していろいろと車検プラスタービン交換とか全部ここら辺にしたんですけど で、これが1ヶ月以上かかったんですよ。1ヶ月以上じゃない、1ヶ月ぐらいかな、かかって。で、これが治ったっていう、治って、車検も終わって、これも治ったっていうことで、えー、この愛人復活キャンペーンっていうのをやらせていただきました。で、価格っていうのをこの999円っていう、本当にすごい価格で販売させていただいて、もうこの価格で販売することは一生ありませんと。 いうことでこのページでもこう書いてるんですけれどもはい、えー、今回ですねこの謝罪という謝罪キャンペーンさせていただきたいと思います <laughs> 愛人復活キャンペーンじゃなくて謝罪キャンペーンということで、えー、これね一生やらないっていうことでこのねご案内してたんですけどもう一度これやります謝罪キャンペーンで謝罪キャンペーンとしてもう一度やりますでこれやる理由はもうやる理由は一つしかありません やる一つやる理由は、この実際にこのお客さんにこれね、メールいただいたんですけれども、このまず僕,の,僕の,このセミナー映像を買っていただいて、実際やっていただいて、こうなってると。この999円の,このキャンペーンを買っていただいて、本当に実際にこうやってくれてるとで。でしかも こここのなんだここですよね正直もうノウハウはいりませんスマホ活用術のノウハウで、えー、十分ですということでこう言っていただいてますでこれは僕はあのこのスマホ活用術セミナーに関しては本当にスマホ1台でどうやって収益化するのかっていうのをめちゃめちゃ言ってます。で この方はですね、このお客さんは本当にそれを律儀に実践していただいて、えー、今こ,うこれやってます。で今回このスマホ活用術セミナーですね。まあ一応その、P、PV もあるんで、まあ、これ見れば PV も出てきます。PV もあります。確か。作ったことあるんでこれ。だこれまあ見ていただければちょっと参考になるんじゃないかなとは思うんですけどスマホだけでこの1000万をこう構築するどうしていけばいいのかっていうのを。 とあとそ,のそうそうそうこれがこれが目的です正直正直ですよもう一度言いますね999円でまた復活キャンペーンですよってやったところでそんな大した利益になんないんですねもう本来目的はこのお客さんと同じようにそのセミナーに参加してほしいんですよ栃木の。 今回山田さんと僕がコラボでやる栃木でやるセミナーに参加していただきたいとただその僕がセミナーでどういうセミナーをしてるのかっていうのがあの一度もセミナーに来たことがないっていう人は分かんないですよねだけど僕の無料動画だけだとなんだこいつって思う人もいてると思いますのでまあ999円ぐらいであるならば まあこの前ね、コンプリートボックスっていうのを販売したんですけど、それはね、7000円ぐらい。まあ、それでも安いんですけど、でも、999円ぐらいだったら、まあ、詐欺もクソもないと思うんですよ。で、実際にこれ、お客さんの声もね、これ結構まあまあ、ずっと販売してる商品なんで、お客さんの声も実際、これ、見ていただいた方のお客さんの声もここにあります。まあ、今回のキャンペーンでもこのお客さんの声使わせてもらうんですけど、こういうお客さんの声もあります。はい。 で999円でまたやりますんであのー、僕のセミナーに一度も来たことがないっていう方は一回僕がどういう話をしてるのかっていうのをちょっと有料を見てほしいと有料無料と有料じゃやっぱ言ってること結構違かったりしますんでちゃんとやっぱ有料のセミナーやってるんでそれを999円でまず見ていただいてあこの人こういう人なんだっていうのをまあ理解してもらって。 えー、このお客さんと同じような動線というかねあの次回一際このお客さんはまあ999円でこの商品買ってもらってで今回のセミナーに参加していただけるわけですよで逆に言うと、まあ、このなんだお客さんにも会えますで今回セミナーのいいところっていうのは来るとその参加した人たちとも仲良くなれますからでこれ実際やってるじゃないですかね390本も動画撮ってるんですよ でどうやって集客来にしたのかっていうのもこ,うこの人に会えるわけですよ来たらこう栃木のセミナーこら来,来てくれるんでこの方群馬県から群馬県から参戦していただけるので、まあ、このそのなんだ謝罪キャンペーンの意図としては今回本当に山田さんとタイアップするセミナーに来てほしいという思いを込めて、えー、また999円でやりますので。 まず、吉田にどん有料で、有料のセミナーってどういうことをいつも話してんだろうっていうのを、まあ参加したことがない人、僕の商品一度も買ったことがない人に関しては、一回この999円の商品を見ていただいて、でもこれ、あの定価14,800円ですよ。まあここでもありますけど、14,800円を999円ですからね。うん。なんで、まあこれ見ていただいて、あの、こ,これでもすごく、 まあ十分なほど内容になってると思いますはいなんでえー、その999円ぐらいは僕勉強代として払ってでもいいと思うんですよねで実際に見てもらって本当にこのスマホ活用,活用術セミナーで僕がお話ししたことっていうのは正直スマホみんな持ってるじゃないですかでスマホをみんな活用してなさすぎるなっていうのは僕は肌で感じてるんですね 逆に言うと僕ほどスマホを活用してる人はあまりいてないんじゃないかなと思いますスマホ僕もねもう写真撮るのも動画撮るのもフェイスブックの投稿だったりとかインスタも全部これほぼスマホなんですよね正直今スマホだけでいいんじゃないかなとスマホだけでも最悪ビジネス全然できますんで、うん、このスマホだけでどうやってこのビジネス構築していくのかっていうのをこのねスマホ活用術セミナーでお話しして でこれから絶対スマホをなんだ使われてる側か使う側かによって絶対収入は変わってきますまあ当たり前ですよね当たり前なんですけどただただスマホをただこのウェブで見てるだけなのかまあこれは例えばスマホが出てきたことによってアプリを出してる会社が儲かってるわけですよ。 じゃあこれアプリを使う人間なのかアプリを開発するアプリを提供する人間なのかで全然違いますよねまあガンホーさんとかパズドラを作ったところとかめちゃめちゃすごいわけじゃないですかねだからそれを提供する側使う側なんかそのスマホ端末っていうのが出てきてそのスマホ端末端末にアプリっていうゲームをぶち込んで作って儲けるなのかそれを 使,う使って課金しちゃう側なのかって話じゃないですか,だからスマホは本当にそに提供する側っていうか使う側どん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 もうめちゃめちゃ便利なんでどん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 使ってあのお金稼いだ方がいいと思いますなぜならばスマホを維持していくのにもずっと月額でお金取られるじゃないですか月額でお金取られるんですよだからスマホをせっかく月額でこうね固定費でこう まあ、取られちゃううと思うんでせっかく持ってるんですからこれをお金に換えると。ってかお金にえないうか、まあ、最近はあのー、安いですね LINE モバイルとかそういうのも出てきましたけど SIM のやつで出てきましたけど、まあ、それでも月額取られるわけじゃないですかスマホを所有するっていうのは。だからこの最低でもですよスマホを所有している。 月額費用は稼ごうっていう意識がないと僕ね稼げないと思いますよだってそこで稼がないとその結局会社の給料の給料の少ない給料からスマホ代みたいな感じになるわけじゃないですかでもスマホで1,000万とかまあ今回ねあの動画でもこれ言いました動画でもあるんですけどスマホで1,000万スマホだけで1,000万ね稼げたらどうすか スマホで1000万稼げますからねマジでで今回のこれはあのー、スマホでスマホだけでどうやって1000万を構築していくのかっていうのを具体的に話してますんでこれマジでやっていただければ稼げないってことないですこれやっていただいて稼げないってことはまずありえないです考えられないはいなんでまあ999円でまたやります、まあ、謝罪キャンペーンをやりますはいで謝罪キャンペーンやる理由としては あの本当に栃木セミナーに来ていただきたいということで、まあえー、じゃあセミナー本当に行っていいのみたいな何話してくれるのっていうのはわかんないか、まあ、来た人しか分かんないじゃないですかだからひとまずこの,このお客さんと同じようにですねこの999円でまたリリースさせていただきますので、まあ、ぜひこの映像ちょっと不安だなっていう方は この映像を見ていただいて、僕がどういうことを話しているのかなっていう、実際お客さんの声もね、これ、本当にいただいている声ですから、で、今回のいただいたメールも、うん、これ、本物です。ついさっきというか、ついさっきではないですけど、えー、昨日も日付回ってるんで、昨日ですけど、もらったメールです。はい。はい、ということで、一応、この YouTube の下に、えー、謝罪。 えー、キャンンペーンこの YouTube の下にですね「謝罪キャンペーン」という名目でまたこのスマホ活用術セミナーの映像を、えー、ちょっと期間限定で販売させていただきますはいもうほにですね、えー、これスマホもう結構これ売ってる商品でこの前結構その999円で販売した時結構売れたんですよ999円なんでうんだからまあすでに買ってるよっていう人は買う必要はないんですけどえー、まだ 持たれてない方はこれを見といて損はないかなと思いますはい、見て損はないですだってスマホ持ってるじゃないですかスマホ持ってますよねそれをどう活用するかによって1000万稼げるんですよ今持ってるスマホをどのように活用するかで1000万稼げるかどうかっていうそのノウハウですからで、それ990件なんで買って損することはないと思いますスマホ持ってるはずなんでそのスマホを最大限活用する方法を5万と言ってます で、お客さんの声もこれ実際にもうすでに販売している商品ですから、えー、こういうふうにいただいております。はい。ということで、えー、謝罪キャンペーン、また期間限定でやりますので、この999円。まあ、できれば、栃木セミナー、ぜひお越しください。はい。ということで、この動画はこれで終わりたいと思います。えー、ありがとうございました。